Android デバイスへ KDC をキーボードとして接続します。各機器と接続方法の PDF を印刷してご準備ください。印刷した接続方法の設定バーコードを上から順番にスキャンしてください。Android 側の設定画面を起動します。設定画面の Bluetooth 設定をオンにして Bluetooth 機器検索画面に移ります。Bluetooth 機器検索欄に KDC200 が表示されましたら、ペアリングを行う KDC200 をタップします。タップをした機器とペアリング登録を行います。ペアリングが正常に完了すると、Bluetooth 接続完了メッセージが表示されます。メモ帳を起動後、KDC200 でバーコードをスキャンしますと、バーコードデータがキー入力されます。日本語入力モードではなく、英数字モードにしておくことで、正しく開業も入力されます。